おそば。はい。お前今運転してんのか。はい、運転してます。あのさ、はい、ちょっと聞きたいんだけど、はい、お前本当は参政党のことどう思ってんだよ。いやちょっと今本音を言えよ。いや本音で、おう、まあ、YouTube で再三おかしいだろうと。おう、今の参政党は、おう、はい、ちょっともう応援できないから、はい、あのお前それさ、はい、ま、実際さ、はい、神谷氏と話をしたのか。お前は人から聞いたことをそんなに簡単に信じるのか。ん、はい、普通はさ、ちゃんと本人に話聞くだろ。お前全部結局また聞きだろ。はい、なんでまた聞きで決めるんだよ。いや、まあ、でも神谷さんに会いたくても会えないですよね、演説行ったって。会えないのにさ、勝手に決めてお前発信してんのよ。おかしいじゃないかよ。なあ、お前本当は参政党に頑張ってもらいたいんだろ。いや、そんなことないですけど。いや、そんなことないじゃないよ。なあ、いや、もともとはそうでした。もともとそうだろ、はい、それをお前が勝手に、なあ、参政党がヤバい党だみたいな感じでお前が楽印を押してってるだけじゃないかよ。いやいや、俺がじゃなくてですよ。うん、なんだよ。僕もって感じだから、実際にいろんな話を聞いた中で、だから聞いたのは、はい、それがどうより確実に事実だってことをお前ちゃんと、なあ、その、はい、言い方好きじゃないけど、はい、エビデンスを取ったのかよ、お前は。エビデンス。おう。いや、ま、神谷さんのエビデンスは取る。お前の感情が優先してないか？感情は優先しますよ。だろ？はい。なあ、感情優先して、ちゃんとしたものの見方できてないんじゃないか？いや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 、そんなことないです。どうなんだよ。本当か？はい。なあ。はい。だってお前、みんな頑張ってるぞ、お前、参政党は。何を頑張ってるんですか？次の選挙に向けて頑張ってるよ。いや、選挙に向けて。おお。でも今このままだったらやばいじゃないですか。何がやばいんだ、言ってみろ。いやいや、絶対にね、議席取れないし、これ。議席取れなくさせてるのは、はい、お前たちがこうやって SNS で発信するから、お前。喜んじゃって、お前、文春さんもお前飛びついちゃったじゃねえかよ、お前。はい、それまずいっすよね、さすがに。なんでお前って文春さん飛びつかせたのは、うん、お前たちの責任だぞ。俺も入ってるんすか？入ってるよ、お前。おそばも入っちゃってるよ。やっぱ文春が飛びついてくれたな、俺。よっしゃって感じでした。よっしゃじゃないよ。なあ。はい。おい。カッチャンネルとかさ。社長怒ってんすか？カッチャンネルさんとか。カッチャンネルとか、カッチャンネルなんか、あれ影響でかいだろ。いやー、そのそうですけど、ミコネコチャンネルとかもやばいっす。ミコネコチャンネル？あと、武田先生さ。はい。ねえ。はい。武田先生ボケてないって言ってるけど。武田先生見るんで、ちょっと。え？武田先生を見てるとき。武田先生の話を聞いてると、俺も確かに涙が出てくるよ。はい。出てくるけども、なあ、はい、お前は神谷総平の口から聞いてないだろ？武田先生は聞いてるじゃん。そうだよ、武田先生は聞いてるよ。はい、でも、お前は聞いてないだろ？俺は聞いてないです。なあ、じゃあ普段の生活の中でだよ。はい。なあ？何かトラブルがあった時、はい、片方の話だけ聞いて、はい、それでちゃんとそんな鵜呑みにしてそっから進めるのか、はい、ちゃんと両方の話聞くだろ。聞きたいんですけど、だから僕は基本的に聞きに行けよ。お前が聞きに行けよ。お前聞いてもいないのにそういうことするから、参政党の支持の人たちが怒っちゃうんだろ。まあまあ、そうですね。僕のチャンネルたまに来るぐらいですけどね。え、はい。じゃあ僕ちょっと仕事休みもらって参政党の本部行っていいですか？よくなんか気温が上昇したから切れちゃった。